ちょっと見づらいけど、今この右側の影になってるところが、おーおー、すげえ、何この色、おすごい、先に行けるようになってる。わあ崩れてる。こうやってどん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 山が崩れていく。お、荒倉の糸魚川静岡構造線、あんな看板が出てるんだね。でこの辺りを右、これか、ほい、これを左に行けってなってますけど、7トン、こんな道でしか行けないの。え、違くないこれ。ここ行く、よいしょ、もうなんか経由地付近って言ってるよ。よし、うっと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 、あれこれさ、そっちから来れたんじゃない。信号、なんか信号守らなきゃダメって言われた。信号、信号ってどこにあんの。あ、本当は、え、いや、ちょっと分かんないです。ごめんなさい。工事がすごくて。ちょっと待った。ここに案内があるわ。今ここで、リニア工事を、ちょっと行きづらくなっちゃってるな。駐車場って書いてあるんだけどね。ちょっとダンプだらけで。ちょっとあそこの人に聞いてみるか。どうすればいいのか。さっき怒られたのは、私が信号の先から合流したから、ここに信号があるのが分からなかったんですよ。気づきました。やっぱりこの先なんだって。で、車だったらここに止めて行くようなんですけど、バイクだったらそっちに止めれるってさ。そこに断層があるので、そこの人に聞いたらバイクで行っても止められるから。ああ、分かりました、ありがとうございます。すぐそこに橋があるから、橋を渡ったらすぐ左側に車が止まるくらい広いとこあります。橋を渡ったらすぐ、すぐ橋のたもとに。分かりました、ありがとうございます。OKOK、ありがとうございます。先に行って行って、橋を渡ったらすぐ左。
よかった。独自のルールがあるからそれに反してるとめちゃくちゃ怒られるけど、そのルールに沿ってれば優しいですね。私が申し訳なかったわ。最初日本列島中央部を横断し、東北日本と西南日本を分ける延長250キロにも及ぶ大断層である。我が国でも第1級の断層である糸魚川静岡構造線が典型的に見られる場所として貴重である、うん、おーん、国指定天然記念物だって。おそらくちょっと見づらいけど、今この右側の影になってるところが東日本側で、その影から出てる日向の部分が西日本側ですね、うん、なんとなく質感が違うもん、その辺と向こうと。これが糸魚川フォッサマグナパークからずーっとずっと地面の下をずーっと来てて、でこれがずーっと向こうに静岡側に続いてると。じゃあ次行きましょう。次行きましょうなんだけど、おそらくこの上から降りてくる車の後ろについていった方がいいんだよね。ここに来たい方は、私が最初間違えたようにトンネル出たら右に行くんじゃなくて左の駐車場に入らないとダメなんですね。私と同じように右に行って、で道を越してこっち側に来ちゃうと工事用の信号よりも先に降りちゃうから先の方、これについていけばいいんだね。もう工事用道路って感じになっちゃってるんだね。なるほど。こっちもダンプ。ああ、やっぱり中央新幹線なんだね。うお。絶景。絶景だ。うわ。ものすごい景色。敷かれてる。次の経由地が6キロ先です。ここでも何かやってるんだね。うわあ、もう景色が、背が高い、すげえ、どんどん人気のなさそうなところに進んでいくな。おお、谷が、お、渡る。この谷すごいですよ。うわっ、こっちもすごいよ。
すんげえ岩でかすんげえ。岩一つ一つのスケールがでかすぎて自分がちっちゃくなったみたい。よし行こう。落石注意。ここで言うところの落石のレベルがでかすぎて怖い。石がコロコロコロって落ちてくるんじゃなくて、でかい岩がガンって落ちてきそう。どうも。この辺りが、これが世界一古い旅館。でうまくこの辺に止めれっかな。わかんねえか。そこに川があって、川の底にまた断層が見えるんですが、見えませんね。工事地帯すぎてとても場違い感が、関係者以外立ち入り禁止のところに入っちゃってるような、そんな雰囲気です。じゃあ次が奈良田湖ですね。おお、これは狭いぞ。向こうから大型ダンプが来たらって考えるとすごく狭い。経由地300、ああもう着くわ。でこれを左、ほい、おーおお、すげえ、何この色、緑、エメラルドグリーン。色すごい。あの工事地帯から一回離れられて心が安らぐ、癒される。なんでこんな色なんだろう。これを左に行きましょう。もっと奥へ。おー、いい色。お、この吊り橋渡れるよ。大型ダンプがすんげーちっちゃく見える。周りのスケールがでかすぎて。奈良田温泉。お、硫黄の香りがする。はい、ここも聖地。やっぱここの上の方行くと古民家カフェがあるんですけど、そこはまあ今回は行かないです。
行っておくし、どうも、すごく誘導される、どうも、ほい、うう、わ、工事しまくり、どうも、すんごい誘導されてる、どうも、謎の緊張感があるね、ここ止まれ、この上 150m 先にトンネルがあるんです。はい、ここで通行止めです。はい、そこまで行くことってできますか。行きます。はい、行きます。はい4番ミキサー了解です。ルールに従いましょう。でこの先でマイカー規制になります。でそこまで行きます。おお、ちょっとご迷惑になりそうだからこの辺に止めよう。悪いね。いえいえ、動まれて、はい、バイクはそこ見るだけでいいですか。はい。おお、すごい、先に行けるように乗ってる、柵が開いてる。おお、よし行こう、行こうっつってもあの人に許可もらってからバイクと一緒に撮りたいけど、そこまであの手間を煩わせるわけにはいかない、この辺の方々に。はい、ありがとうございます。じゃあ戻りましょう。緊張しますどうもどうも、みんな連携中どうも、場違い感がすごいどうもどうもどうも、南アルプス街道はただいま工事中です。工事地帯になっちゃってます。じゃあ次雨畑湖行きましょう。バイクイエー、奈良だこ、奈良だトンネル、よし、この下あたりをずっと糸魚川静岡構造線が走ってます。いつかを行かないの。どうも、うん、一般の人も結構来るね。おお、ここギネス記録、ここがすごい、この右側山が崩れてる、崩壊してる、険
険しいんだわ。やっぱここ、うわすんごい傾斜だもん。めちゃくちゃ急、ほぼこの角度のままずーっと地面の下まで、この角度です。おそらく糸魚川静岡断層線の西側ですね、この今見えてるのが。おそらくで、こっち側がフォッサマグナの中。また工事が盛んなところ。すごい地域だなここ。よいしょ。